チャビレレリオ。さあ皆様おはようございます。さあ皆様、あ、もう一回取り直します。チャブリーレディオ。さあ皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。私、神奈川在住ツリークライマー CEO チャブリンでございます。チェックラウ。まだ社員雇用はあるけども独立したつもりでいるチャブリンでございます。イエーイ。さあ6月も7月も休みがございません。さあ僕の体はどうなってしまうんでしょうかというところでですね、休みのないスケジュールがですね約、1ヶ月起こしまして、あと1ヶ月頑張るぞというところでね、8月に入ったらもしかしたらねお盆があるかもしれないんですけどもね、お盆といえば皆さんボンカレーですよね。夏だお盆だボンカレー。阿部寛です。阿部寛です。ボンカレー。阿部寛じゃねえ、役所広司か。役所広司やってーさ。ということでね、改めてね新規一点一発目にですね、ツリークライマー CEO ということでですね、私が、やらせていただいているこのラジオなんですけども、新規一点ね始まりまして、いやー今ね現場でねとあるマンションでね一人で、作業させていただいてまして、植栽管理の仕事だったんですよ。そしたらですね、見積もりをね、やって、出してやらせてもらってたらですね、現場に着いたらですね、もっとここをこういう風にこうしなくちゃいけないっていうことでですね、予算を大いに上回る、強選定が、入ってしまいましてですね、チャブリンタジタジでございますということで、まあ、ただね、施主さんの、ご好意もありましてね、プラスの見積もりで、少額って言ったら俺があれだね、まあ、1人区分と言いますか、それぐらいはですね出せるということでいただくという形でね、本当にありがとうございました。素晴らしいね経験にもなりましたしね、本当にいい運動にもなったかなというふうに思ってね、ハッピーハッピーでございます。本当にいやー昼飯も何も食べてないよね、休憩も一切してない。いやーこのままじゃねー CEO ダメだよ、倒れちゃうよ本当に。約ね、いやそんなことはまあどうでもいいんだよ、そんなことはどうでもいい。みんなにね一つ問いたい疑問がある。すごいしょうもないことです。日本製ってありますよね、日本製、アメリカ製、メイドインジャチャイナ、メイドインジャパン、メイドイン USA とかね、メイドインブラジルとかね、メイドインウクライナとかあるじゃないですか、メイドインイタリーとかね、あるんですけども、まあ、もちろんね世界の共通言語は英語っていうのは分かるんですけど、メイドインジャパンって言ってる時点でメイドインジャパン純日本製じゃなくないっていう風に思ったっていうラジオでございました。このラジオは平日の月曜日から、いや早い終わんの早いっちゅう、いつも話してるの長いからっつって今回は短めにやりましたよって言うてますけども、今回はしょうもなさすぎて早いんちゃうかと思ってます。いやそうなんですよ、って言ってもね今さっき管理が終わったばっかりで話すことがない、ないです、話すことがないないんです。多分ラジオは撮らなくちゃいけないと思って撮るんですけども、どうしようかな、まあ、1回目だからね、CEO ツリークライマー、ツリーワーカー CEO なんで、私、はい、個人事業主のCEO なんで、そこについてちょっと抱負をね、抱負を語りますよ。抱負を語りますよ。今年ね、ひょんなことから独立っていう形になってますけど、今年ね、だいたい半年間はサラリーマンでいたんで、半年間は、個人でね、働けるっていうことで、今年のね、売上目標を皆さんに共有しようかなと思ってね、売上目標。今年の売上目標ね、半年で500万。500万いきたと思ってます。はい。500万円の仕事、または、リンクでのお手伝いっていうところを、稼ぐ。方法は何でもいいです。自分で営業して仕事を取ってもいいし、誰かの職人さんのお手伝いに行かせてもらってもいいし、はたまたは、お仕事を取って、誰か、僕は庭の工事とかね、エクステリアとかはできないんで、
そういった方に、お願いするとかっていうね、ことでもいいですし、何か物を作って、販売するでも、いいです。はい、それをね、いろんなことをしてですね、 YouTube 収益化するでもいいし、500万頑張りたいと思います。はい、そうですね、まずは500いってみようよという感じでございます。だから6、7、8、9、6はね、6からだいたいもう週末、毎週末副業というかやってたので、まあ6入れたとして、7ヶ月で、500万行きたいですね。はい、ちょっとね、なかなか難しくなってくるかなというふうに思いますし、僕本当に個人のお客様とかそんな全然持ってないっていうか、連絡とかないんで、これから本当にチラシ作って営業すっぞって感じなんですけど、とりあえず、まあ12月21、31日が、終わる時にですね、ああ今年は500万稼げたって言えるように頑張りたいと思います。利益じゃないよ、とりあえず売上がだね、売上が500万。本当は売上で考えるのはあんまり良くないんですけども、まあ、ここで分かりやすくということでね、500万という設定にさせていただきました。そして、2025年はですね、おそらく私がですね、ちょこっとだけ、軌道に乗って、ツリークライマー CEO、 ツリーワーカー CEO として活躍しているかと思います。その際にはですね、2000万です。はい、これはもう動かさないです、決まってます。2000万、2025年は、2000万の売上目標でございます。利益率はだいたい25% から 30% あればいいかなと思ってます。無理やな、まあ、10% から 20% 利益があればいいんじゃないかなって思ってます。はい、利益もね、いろいろあると思うんですけども、家賃とかね、光熱費とかそういうのも含めて経費ですから、これからはね、そういったものをですね、まあいろいろなるのかな、ちょっとわかんないけど、あやふやだな、まあ、それでね、やっていった中で、まあ、10% でも、しっかり、2000万のうちの 10% でも、だから200万円ですよね、200万円でもこう利益として、計上してやっていけたらなというふうに思います。道具とかね、いろいろ買って残って200万、200万で、そこからね、かかった税金をしっかり納税して頑張っていきたいと思います。で、2026年にはですね、3000万、はい、3000万円です。ここで3000万円のお仕事するということになりますね。はい、もうこれは決まっております。はい、動かすことができない事実です。はい、自分の価値を高めて、その頃にはチャンピオンシップでもブイブイ言わしてることでしょう。はい、そんな感じでね、やっていきたいなというふうに思ってますんで、まあ、これからね、まあ、意気込みとしてはですね、まず屋号がまだね、決まりきってないんですよ。おそらくね、まあ、チャブリンのまま行くか、ツリーパワーになるか、どっちかですね。バッドボーイズとかっていうね、ご意見もね、いろいろあったりとかしてね、面白いなとかっていうふうに思ったんですけどね、まあ、バッドボーイズっていうと、ちょっとまあ林業になっちゃうというか、そうそう、僕はね、ツリーウォーカーっていうのもね、結構ね、気に入ってるんですよ。ツリーウォーカー。ツリークライミングでリムウォークって言ってね、枝先まで歩くっていう、動作みたいなのがあるんですけど、技術というかね、それ僕ね大好きなんですよ。リムウォーク大好きなんですよ。だから剪定とか結構わりかし好きで、枝下ろしとかね、そういうね、伐採とかっていうのもね、僕は緑と共に生きたいっていうような感じの、若干ね、そんな感じで、樹木の名前とか一切覚えれないんですけど、そう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 、だからね、そういう感じでちょっと考えてるんで、僕はね、ツリーウォーカーにしようかな。ツリーパワーにしよう。パワー！ツリーパワー！パワーにするとね、中山きんに君がね、ちょっとね、やっぱり、来ちゃうんで、僕ね、行ったれこうちゃんっていうね、YouTube もやらせてもらってるんです。最近ちょっと Vlog 撮れてないけど、行ったれこうちゃんでね、愛魂笑い、それすなわちエネルギーっていう風に言わせてもらってて、ツリーエネルギーってどうかなと思ってね、ツリーエネルギーどうですか皆さん、ツリエネツリエネって略して、ツリエネ、ツリエネのチャブリンつって、ほら、なんかヒット作の漫画っぽくない、ツリエネのチャブリンみたいな、仮暮らしのアリエッティ、もののけ姫みたいな、魔女の宅急便、隣のトトロ、ツリエネとチャブリンみたいな、ツリエネのチャブリンみたいなね、いいじゃん、
そう、釣りエネのチャブリンですよ。わかんないですけどね、まだまだ決めてないけど、そう、そうなんですよ。だからそういう風に考えてね、やってるんですけどもね。いやー、ちょっとね、あの、お腹が減ってるようで減ってないようでちょっとわかんないですけどね、本当にノンストップでずっと動いてたんで、いやー、いい汗かいたとかっていう風に思いながらね、あの、今帰ってるんですけどもね。あー、こういう日々が。でもね、ちょっと良かったことがあります。これを最後に話して終わりたいと思います。最近良かったことは、やっぱ作業をしてるうちにですね、こう沈黙の黙示録になるじゃないですか、皆さん。でその時に、ふとね、我に返れることができるようになりました。で、何が言いたいかというと、今本気で動けてるかっていう風に自分に自問自答できるようになりました。この前の、反省を機にね。そう、そしたらね、やっぱりね、振り返ってね、お前今本気かって自分に、問いただすと、やっぱ速くなる、動きは。もっとできるっつって。ガーって速くなる。白樫の剪定ずっと言ってたんですけど、白樫の剪定もですね、お前それ本気のスピードかよっつったらね、問いただした時にね、やっぱ速くなりましたもんね。うん。本当に速くなった。うん。いつもね、30分かかってるような、僕のレベルですよ。1本ね、30分かかってるような、30分は言い過ぎか、まあ、20分かかってるような 4m の白樫のキーをですね、だいたい僕はね、12分とかで終わらせましたよ。お前それ本気かっつって、パードゥーンって言って、はい。だからね、皆さんもぜひね、沈黙の黙示録になった時にね、問いただしてみてください。こう黙々と作業してる時に、お前本気かって。でその時に本気だったら、お前本気かっていうね、自問自答は出ないんですよ。そう、つまり本気の時はですね、お前本気かっていう考える余裕はないんですよ。一生懸命わーってやってるから。でも僕もね、最後ね、後半50を過ぎたあたりにね、沈黙の黙示録になっちゃって、お前本気かって言ってね、パッて聞いた時にね、ババ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 ってスピードアップしたんでね、ぜひやってみてください、本当に。本田圭佑さんも、おっしゃってました。最大の敵は自分、そして最大の敵は自分の妥協、それですよっつって言ってましたよ。なのでね、皆さんもね、自分に厳しく、人には甘く、そしてその人が自分に甘くしてくれると信じてどうなるんでしょうね、わかんないですけど、頑張っていきたいと思います。お前本気かって沈黙の黙示録になった時に、ぜひ問いただしてみてください。このラジオは平日の月曜日から金曜日朝6時からこの YouTube チャンネルでラジオ形式で放送しております。ぜひ、コメント、チャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いしまして、インスタグラムで、質問、募集しております。相談募集しております。私、チャブリンにですね、何か、話してほしい、相談に乗ってほしいこと、何でもいいです。勉強、仕事、恋愛、人生観、何でもいいんですけど、まあ、なんだろうね、僕が相談に乗れることってね、たかが知れてると思うんですけどね、簡単に言うと、僕は、10年間陸上競技やってました。高校生の時には、大阪一にもなったことあります。はい。で、インターハイにも、チームで一緒に出させてもらいました。マイルリレーです。はい。運動好きです。スポーツ好きです。スパルタンレース出てます。フルマラソン走ったことあります。時間は4分30秒くらいかな。4分30秒じゃないわ、4時間30分です。はい。で、ツリークライマー目指してます。と同時に、ツリーワーカーの、CEO 経営者を目指しております。って感じですかね。はい。趣味映画、漫画も好き。絵描くこと好きです。将来の夢は、絵本を出すこと、あともう一個は、ツリークライミングで活躍することは覗いてますよ。あとは、コーヒーを、なんか、みんながこう憩いの場になれるようなちっちゃいコーヒーみたいな、ストイックコーヒーって言って、朝の4時から朝の7時まで営業してるコーヒー屋さんをオープンすること、あとはツリークライミングジムを作ること、ですね、あとラップ歌いたい、そんな感じかな。はい。そんな感じのやつです。はい。もしね、質問等ございましたら、概要欄に貼ってあります、インスタグラムの方に飛んでですね、ダイレクトメッセージでも何でも結構でございますので送ってください。それではまた次のラジオでお会いしたいと思います。次には決まらないのですけど、さよなら。
お前今本気か？バドゥン